やったらね。5分間置いとく。皮、売りの皮これね。うん。サイドメニューにカットしてね。シュガー？シュガー。スリー。みりん。みりん。ビッグスプーン。ザ。はい。ソイソース。1、2、3、OK、 味が染みたら止めるね。塩小さじ1杯やっぱ入れる。色も良くなっかも。あ、染みたらいいよね。染みたら沈めてくる。芯から沈めて、芯が柔らかくなってから最後葉っぱの。ね、はい。一人でしたらもう止めて、柔らかくなりすぎないよ。甘いのが好きだから甘くする、うん、ソルトソルトソルトペリフ1、2つまみ。よいしょ。これがシェイク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 ミックスミックスシェイク。温めて温まったら甘い卵焼き。甘い卵、スイートエッグ、スイートボイルドエッグ、スイートファイヤーエッグ、ハロールオムレツ、ファイヤーエッグ。じゃあいい音。ナイス。ジャパニーズイートブレックファースト。トン、ポッ、パッ、パッ、ナイス、ナイス、グッドプレイ、ナイス、ナイス、ナイス。トマピー入れるから、縦長に細く切っとく。スマートカット、スイートエッグ、スマートカット。美味しい。これはなんかスイートのお菓子みたいだから切ります。カットします。カット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 。ここはスプーンで。お寿司が水っぽくなっちゃうからここはいらない。まっすぐじゃないとダメだからね、あのね、のり巻きだからね。シースネックじゃない、うなぎだから。うなぎ、いる、いる、うなぎ。細長く切るね、細長く切る。うなぎは高い。アナゴでもいい、アナゴでもいいし、うん、あれでもいい、シーチキンでもいいし、何でもいい。You can any intelligence? I make 寿司ライス、ホットライス、ホットライスね、温かい、
ホットライスがグッと10センチかな、50cc ビネガー、ピャピャピャビネガー、よいしょ、で、ワンハンドで対で、こうやってビネガーを先に、シュガーが1 2 2 1/2 かな、これで切る。この時に風を当てる。うん、ナイスナイステスト。を出して、ここ出して、こうか、これを出して、ここ乗せていくね。で、手前から乗せていって、向こうまでやらないね。巻く、結構薄くね、太巻きだからね、あんまりね、ご飯入れちゃうとね、巻けなくなっちゃう。きゅうり。きゅうり。そしたら、卵。そして、かんぴょう。かんぴょう。ね、緑、ほうれん草もね、緑、こっちに緑、ね、こっちからもこっちも入れて、ほうれん草入れて、ほうれん草入れて、そして今度はうなぎ、これもおいしいわ、うなぎ、ね、ね、そしてカニ玉ね、カニ玉を。こう入れて、そして、ね、あとピンクね、全部ここでまぶす、甘いね、これ少し甘いんです。おめでたい時にはね、これ日本の人はね、こう全部をね、こう使うんですよ。はい、7つ入れました。失敗したらもう一回やるからね。まず1回、ここで1回キュッと巻いて、具材を全部入れて、大丈夫ね、入れて、入れたね、入ったね、入ったらね、ここから巻く、こう巻く、こう巻く、ぎゅーっと力を入れて巻く。で、この時押すね、押す。そしてもう一回巻く。絶対失敗しない。ほら、いい形、いい形、ほら失敗しない。よいしょ、できた、太巻き。はい、できました、太巻きです。まず端っこはね、まあんまりよくないけど、きれいにね。で、これはまあ後で食べるの取っといてもらって、こうね、断面ね、次なんて入れてね。は太巻き、味噌汁、それから梅干しにたらこに、くるみとじゃこの佃煮で、デザートはふかし芋です。そして飲み物はアセロラドリンクです。うん、じゃあ太巻きから一口で。うん。7つの具材のこのハーモニーがいいね、口の中でね。ね、美味しい。じゃあ味噌汁。うん？きのこと豆腐と野菜。お菓子とわさび醤油つけても美味しいよね。ちょっとわさび醤油つけて。
味しいね。ね。おさちゃん。うん。いただきます。ごちそうさまでした。今日も美味しかったです。